でもキックでかまだです。おしゃしゃ。カニバル。ペンパイナップを持って。ペコ太郎か。というわけでですね、今回マズラビデオ都市伝説シリーズでございます。ピコ。というわけでですね、都市伝説の世界的権威ミスター関を呼んでおります。おお。よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうぞ。小動物。今回の都市伝説は2021年人間の遺体から肥料を作る世界初の施設がオープンする。というわけでですね、今回その人間を肥料にする計画について触れていきたいと思います。今現在人間が亡くなった時、埋葬方法は大きく分けて土葬と火葬なんだけれども、2021年世界で初めて新たな埋葬方法を開発する悪魔的な施設が設立するのね。俺は彫像がいい。鳥に食わせんのか。それは人間の遺体を肥料とする堆肥層というものなのね。舐め上がって計画。新しいね。そしてこの人間堆肥化施設をオープンさせたリコンポーズ社は、再構成自然有機還元と呼ばれる方法によって遺体を穏やかに土に変える事業をワシントン州シアトルにて開始する予定なのね。そして実はワシントン州で人間の遺体を堆肥化することを可能とする法律が2019年4月に可決され、今年5月から施行されるのよ。そしてリコンポーズ社はその法案のもと、より環境負荷の低い埋葬方法として世界に新たなスタンダードを作るべく、人間の死体を自然な形で分解し堆肥に変え、養分として新しい命へ循環させようとしてるのよ。ガンになりそうだよ。その方法というのが、死後遺体はウッドチップで敷き詰められた再利用可能な棺桶に収められ、遺族や友人との告別式が執り行われる。全身うんこと。バカもんかお前。その後落ち葉が土に戻っていくように、約30日間かけて骨や歯までもがゆっくりと土に帰っていき、容器内は微生物やバクテリアが活動しやすい環境に整えられていて、より効率的な分解が促される仕組みとなっている。そして分解後、遺族や友人がその土を持ち帰って家庭菜園などでの使用が可能となっているんだけれども、持ち帰らない場合はリコンポーズ社が提携している森林の育成に使用されるということらしいよね。そして施設のデザインを手掛ける人は、この場所は堆肥化を行う施設だけではなく、このプロジェクトを介してより多くの人が葬式に対して直接的な参加を体験し、死そのものと人生における喜びについて対話の機会を得られるようになると話しているんだ。死人バトってことですよね。気持ち悪いなお前。しかしよく考えると、人間の死体から作られた野菜を食べたいかということだよね。正直これは間接的なカニバリズムであって、カニバリズムは古来より悪魔崇拝をする人々が行う行為なんだ。これを一般の人々がしてしまうということなんだよ。今後この埋葬方法が世界のスタンダードとなれば、スーパーに人間の堆肥から作られた野菜が並び、食卓に持ち込まれるかもしれない。そして映画マトリックスでも、バーチャルの中に生きる人々は自分の肉体がロボットの動力源として描かれており、関明夫の著書の中でも、人間の意識をデータ化した後はその人の希望で植物の下に埋められ、養分として自然に帰ると書かれてる。そういえば関さん書いてましたね。書かされたんだよお前。繋がってんな。そう、これは潜在的にカニバリズムをさせる全人類悪魔崇拝計画の一環ではないかと思われるのね。かなりヤバいんじゃないの。祈るなお前。